一問一答からやってるやつちょっとそんな覚えれるわけないやん。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナミズムの佐藤です。マナミズムの江田です。こんにちは。します。いい元気です ね。何回やり直したんやってぐらいやり直しましたけど、それはちょっとオフレコでお願いします。じゃあ始めていきましょう。はい、じゃあ本日の質問です、はい。自分は英語の偏差値45から50あたりなんですが、はい、英文法書で何を使おうか悩んでいます。学校で配られたのはネクステなんですが、これでいいんですか、という質問です。はいはいはい、はい、なるほど。はいはい、で僕からそうですね、僕一応英語科なんで英語的なことを話させてもらいますと、はい、実際僕も学校で配られたのネクステージっていう参考書なんですが、はい、どうですか皆さん、45から50あたりの偏差値の方多いと思いますけど、ネクステの問題が左ページにあって右側に解説がありますが、その解説見て分かります？ちょっと分からない人が多いんじゃないかなって僕の体感ではちょっと思うんですよね。実際僕がそうやったんで。ネクステ使ってました？はい、使ってました、使ってました。分からなかった、分からなかったですね、はいはいはい、不定詞ってなんやねんとか、はいはいはい、意味上の主語ってなんやねんみたいな、結構文法用語がバーンって出てきて、はい、もうあたかも知ってるよねって知った上でこの問題の解説入っていきますよっていう風な上級者向けかなと僕は思ったんで、はい、45から50あたりなのであればネクステージの説明分からないと思います。なのでまずは問題集よりも参考書、まあ、それこそ参考書で言ったら初めから丁寧にであったりとか、うん、そういったシリーズの参考書からまず見ていって、うんうんうん、文法用語であったりとか文法のイメージっていうのを掴んだ上で問題集に入っていった方がいいんじゃないかなって僕は思いますね。間違いないですね。矢沢先生どうでしょう？いやこれもうほんまその通りなんですけど、強いて言うとすれば今だったら格安の授業としてスタディサプリとかがあるじゃないですか。でスタディサプリの関先生の英文法、俺めっちゃマジ神の授業だと思うので、はい、あっちで理解してからネクステに関しては暗記演習に当たる部分かなっていうふうに思いますね、はい。だからそもそも理解暗記演習の順番で勉強ってせなあかんと思うよ。日本史とか世界史やるにしても一問一答からやってるやつちょっとそんな覚えれるわけないやん。確かにですね。だからまず理解をやるところでもっと分かりやすい参考書、今ユーマが言ってくれたみたいな参考書を挟んだりだとか、映像授業を見て理解をもっと重きを置いてやって、それがほんまにできるようになる演習とか暗記の部分でネクストは使ってくれたらなというふうに思います。はい、はい、ではこの動画は以上で終わりたいと思います。この動画がいいねと思ったら、あ、いいカットですか？いや、カットしません。この動画が、この動画がいいと思ったら、いいねを。質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方には、こちら、ビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。